人は誰でも何かしらの才能があると思いますか？いいえ。またそれを見つける方法は何かあると思いますか？いいえ。今やりたいことも特になく自分に何ができるか分かりません。もし見つける方法があるとすれば、10代、20代、30代、40代、それぞれの年代で変わったりするのでしょうか？ちなみに自分は30代です。残念ながら、何の才能もない人がほとんどです。まあ、今70億人か、人口70億人ぐらいいるらしいんですけど、地球上って。ランキングごとに1万位とかでもだいぶ上の方じゃないですか。で、70億人いるんですよ。なので、残念ながら大半の人は無能で何の能力もないんですよ。なので、ただ大半の人って無能で何の能力もないんですけど、楽しく暮らしてるので、能力がないっていうのを認めて普通に暮らせばいいんじゃないかなと思います。